去る5月4日、町田防災ネットワークと相模原牧師会による被災地支援部門ミッションみちのくの主催により、防災フェスタ2024が都内町田市にある町田聖書教会を会場に開催されました。定期的に震災への備えと学びを続けている同フェスタ。今回は能登地震発生を受け発足した能登ヘルプ代表の岡田光牧師を招きました。はじめに音楽ゲストの永井望さんが回収賛美を導いた後、3.11 がきっかけでできたオリジナル曲、ただ愛だけを披露しました。あの大震災の直後、ふと気づくと誰からも連絡がなく、自分も気にかける人がなく、初めて孤独に陥り、愕然としたといいます。その後近くの教会のゴスペル教室に行きたくなり、通い始めると、空っぽだった心が満たされてゆき、主にある家族ができ、神の愛を知りました。被災地に入るキリスト者たちがその愛を携え、仕えている姿を覚えながら歌います、とこの曲を賛美しました。続いてクラッシュジャパンの山尾健一氏より4月に能登を訪問した際の動画を見せながら視察報告がなされました、はい、まずはですね、これは珠洲というところです。これ4月の22日ですかね。まだこういう状況でありました。ほとんど手がついてない状況ですね。ここは3メートルぐらいの津波が来て、まあ、本当に3.11 と思い出すそのような風景でした。その他、消失した輪島朝市の様子や、能登ヘルプを介して入った重機体による寺の修復や、輪島塗の工房から貴重品を救出する作業などが紹介され、最後は輪島聖書教会の荒川浩二牧師のインタビューが流されました。結構長かったんですけども、ぐっしゃり、この世の終わりと思いますよね。なんだ、こんなの経験がなかったです。はいはい、この朝市がなくなると、生活に困っている方々がほとんどです。家は壊れ、生活が、仕事がなくなるっていう形で二次避難していった方々。それが一つの大きな基幹産業の一つですね。はい。もう一つはね、輪島塗ですね。輪島塗のこのまま放っとくと8割なくなるって聞いたんですよ。8割。8割。これね、800年間の歴史があるんですよ。そんな貴重な文化財の救出に能登ヘルプが貢献しています。そうした証を含め岡田光代表が講演しました。この能登ヘルプのロゴは海の青を基調にし、また縦と横の線が交わっていますが、これは十字架をあえて寝かせたといいます。露骨に十字架を見せると抵抗のある地域なのです。いや、間違いなくね、仏教王国は仏教王国よ。ですから、例えば、キリスト教の働きを持ってったら、みんなアウトよ。そして、やっぱり支援が大事だから、愛の技が大事だから、愛の技で入るんだけど、やっぱりクリスチャンとして入るっていうね、それは大事かなって、そうしないと、また、ある意味で、神様によって送られた、そういう意味がなくなっちゃうよね。隠すだけでは。だから、これ来てね、入ってくれっていうことは言ってる。でここにこうやって書いてるんですよ。能登ヘルプはキリスト教団体ですって。そう言って、入らないとまた嘘つくことになるからね。そういうことはやっぱり後々残るんで、キリスト教ですってやっていく。だからあんまり好意的には迎えられない。能登ヘルプの働きの方針は、キリストに仕えるものとして、キリストの心を持って被災地と被災教会に仕えるです。つまり、教会支援と地域支援の両方を、分け隔てなく日本柱で大切に進めながら様々な働きをしています。そんな中、日本の教会の愛の力に励まされたこと、支援活動を主に仕える働きとしたことで、輪島塗の漆器や巨大壁画、奥能登曼荼羅の奇跡の救出があったこと、様々な違いがあっても被災地支援を目的に主にあって一つになれたことなど、数々の恵みもありました。そのありさまを見た、ある仏教系の方が来てね、いやー、こんなことはね、仏教ではないって。仏教ではこんなことない。禅宗と日蓮宗と浄土真宗が一緒にやるって、そんなことない。でも、
どうも教会さん見るとみんないろいろ違うようだと。でも一緒にやってるって、それすごいねって言って、仏教系の雑誌の人がね、言ってた。それはやっぱり、主を中心とするっていうことの中でですね、そういうことが可能になる。しかし同時に教えられた気づきも多々ありました。岡田氏は石川県には災害は来ない、大丈夫だと過信していました。だからこのような震災の備えや学びなどはしてこなかったといいます。それが支援を遅らす原因の一つになりました。備えておく必要がありますよ。で、こうお話したように、備えていなかった部分が今問題、弱さとなって出てる。だからそういう意味で、こういう防災フェスタなんかしてるっていうことは大事じゃないでしょうかね。僕はね、本当にね、石川県ないんですよ、ないんですよって風潮してたからね。ですが、違う備えはできていました。30近い協会で運営している石川県放送伝道協力会を通して、すでに協会間の交流や協力関係があったことです。これを基盤に、発災から5日目という早さで、能登ヘルプが誕生しました。また、支援物資や避難所など、ハード面も大事ですが、石川県はむしろ、心、生き方といったソフトの防災が大事なようです。ボランティアを受け入れ始めたのが3月という遅れが生じた何より大きい理由は、助けてと言えない北陸特有の地域性にあるといいます。助けが必要ですか？いや、って言ってしまう。助けてっていうことが恥です。人の助けをもらうと恥ずかしいことだ。だから助けてが出ないんですよね。助けてが出ないと助けるっても伸びにくい。彼らを見て切実に思うことは、やはり全ての人に福音は必要だということ。見えるものを失い、今後どうしていいかわからないと嘆く彼らに、見えない神を頼りに生きる道を知ってほしい、その方に助けてと叫んでほしいと祈りながら愛の技を続けていると伝え、最後に祈りの課題を分かち合いました。今回の防災フェスタに参加した皆さん、現地の貴重な話に奮起させられていました。自分はもうボランティアの活動はできないけれども、今回こういう機会が設けられてよかったなと思っております。で、細やかなことをね、いろいろお話しいただいて、で、あ、多感してたらいけない、傍観してたらいけない、自分のこととして受け止めていかなきゃいけないということを強く思わされて、本当によかったと思っております。会場には、能登の被災地に数回訪れているピアニストのポール・M さんの姿もありまして。僕が一番今大事にしていることは現状把握なんですよね。なので、まあ、やっぱり聞けば聞くほど、やっぱ気をつけなきゃいけないこととかがたくさん出てくるので、今日も岡田先生がおっしゃったようにですね、関係性がないと受け入れてくれないってこともあるので、関係性が一番大事だと僕は思っております。思うように支援活動が進まず苦労は多いといえど、こんなことでもないと入れない地域に今入れていると岡田氏たちは前向きです。いつの日か能登を覆う心のバリアが打ち砕かれ、真の復興が起こることを祈ります。